どうもね、彦勝だよ。彦勝はね、一日の大半というか人生の大半をね、無料のエロ動画探しに費やしてる素人童貞野郎なんだけど、すいませんなや。だからね、この前もお目当ての無料エロ動画を探してたら、突然こんな画面になって20万円を要求されちゃったよ。多分これ流行ってる架空請求とか、うわっ、くずつけくずつけっていうやつだと思うんだけど、今回は生存確認の一環として、この下から電話がかけられるみたいだから、彦勝が見たかったエロビデオはこのサイトにもあるのか電話して聞いてみるよ。じゃあ早速かけてみるよ。どんな人出てくるだろうね。はい、お電話ありがとうございます。お客様サポートセンター担当でございます。どのようなご用件で。あ、もしもし、はい、堤美幸彦勝と申しますけれども。はい、堤美幸彦勝と申しますけれども。辻美幸彦勝さん。はい、辻美幸じゃないです。それじゃあ抹茶味のミルキーチャンジみたいになっちゃいますからね。はい、堤美幸です。つぶみ、はい、いや、はいって言ったけど分かってないだろうがよ、ほんと。堤幸彦勝なんですけど、はい、なんかサイトを、エロサイトって言うんですかね、そこで、半立ち戦士立たせるんじゃっていうのを探してたんですけども、まあガチガチのホモビデオなんですけども、その主演のね、鍋島くんのケスが、黒板消しの裏側みたいに黒くて程よい弾力がありそうで、ものすごく彦勝のタイプなんですよね。で、鍋島くんは前作のね、セックス面でもいい鳴き声上げてたんで、いつかはまあ、鬼兵反感長シリーズにもね、主演で出てくれるんじゃないかと思って、すごく彦勝的に期待してるんですが、ん?もしもし?もしもし?山本さん?ん?もしもしいらっしゃいますか?ん?たくふざけんなよ、もうこれミュートンされてんじゃねえかよ。こっち鍋島くん情報についていろいろ喋ってんのに、向こう全然聞いてねえじゃねえかよ。ほんとによ。かけ直してやるぞ、もう一回よ。では改めてこの架空請求会社というかね、まあワンクリック詐欺会社にね、ちょっと電話してみるよ。ん?繋がってますか、これ。ブロックされたのかな。もういいや、もう。じゃあということで、架空請求会社にかけてみたんだけども、いきなりブロックされるという結果になりました。彦勝は電話のね、やり取りにね、結構定評あったんだけどね、お聞かせすることが今回はできませんでした。どうもすいませんでした。そんだけ。あー、ケツかゆい、むしろ玉もかゆい、心開いてよ、ケツをなめろ。7時間くらい?あははは。